ありました。12月29日ズーズーワンダーランド、なんと2023年のこの放送の締めくくりにこの方にご登場いただくことが叶いました。しかもですね、実は収録日がなんとクリスマスの日ということで、忙しい中私園長のお部屋に入らせていただきました。さあ今日はですね、ズーズーワンダーランド2023年を振り返ってということで、この方にお話を伺います。沖縄こどもの国園長、上里沖弘さんです。上里園長、よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくすごいですね。今始まる前に、年末の慌ただしさの中で沖弘という、はい、この上里園長のお名前って、はい、いつも多分いろんな取材の方々が来て、どういうふうにお読みになるんですか、名刺を見て皆さんホッとすると思うんですよ。あれ、変な名前で呼ばなくてよかったみたいな。沖弘、なんか由来ってあるんですか？これはまず上里家の、はい、男の名乗り頭と、はい、いうことで子がつくんですよ、はい、ですから自分まではなんとか、子をつけてもらったんですが、はい、最近の子供たちはなかなかバリエーションがなくて子をつけて呼ぶという、つけるという名前がバリエーションがなくて、今はもう子あんまりつけてないですね。いやでもこの子という字ですね、子なの子に、広がこの弓と書いて、この武と書きますけど、その沖広という読み方で、ほら最近家康も結びましたけれども、どうする家康、あんな感じでみんなつくじゃないですか、まだまだ子を使った文字たくさんあると思いますよ、馬側までこの子、孫までとか、ですから自分のとこは、はい、しっかりこの甲を使って、ねえ、綺麗な文字ですよ。親戚が他の甲を使わない、名前つけたり、でもあれですよ、その漢字、書くのが難しくて、確かに難しいということと、なかなか沖というのが、呼んでいただけないというのがあるんですよね。なるほど。私も吉野のね、吉が当て字で、吉が私、高野花ののって書いて吉って読ませてるので、誰も吉野って呼んでくれた人がいなくて、ののちゃんなんて言われるんですけど、今回ですね、上里さんにいつもこの名前の由来っていうのをいつも聞きたくって、放送内で今日は皆さんに伝わるように、今日はこちらから入ったわけなんですが、さあそんな感じで、上里園長の名前も紐解いた、このオープニングから、実はこの2023年の沖縄こどもの国の1年をこう紐解いていこうということで、今日は園長にこう、お言葉くださいということで夢が叶いました、さあ今日はですね、題しまして沖縄こどもの国2023年を振り返るベスト3ということで、園長から、やっぱり印象深かった項目を挙げていただきたいと思いますが、まずはもう1位にして、1位なんか3、2、1がどんながいいですか？1位からいきましょうか。1位からいきましょう、本当にこの、5、6年ぐらい前から、園内でこれでもか、これでもかということで、リニューアル整備工事やってきましたね。やっているんですが、今年もですね、工事が順調に、進捗をしまして、また素晴らしい施設が今年3つオープンしました。そうなんです、まず1つがですね、4月にグランドオープンさせていただいた、この、里山の迷宮エリアがオープンしました、これは沖縄の子どもたちが絵本では見れるんだけど、なかなか実物が見れないという動物を集めて、いるエリアなんですが、今年はタンチョウヅルだとか、イヌワシ、イヌワシかっこいいですよ。かっこいいですね。あと本州鹿ですね。それから、餌あげとかそういったのに使うということで、カピバラだとか、カピバラね。でまたカワウソ、そういった動物をですね、新しく、導入することができたということで、そういうエリアができたというのが、やはり動物園として非常に嬉しいなということで、あります。それから、もう一つ、なかなか東側、
の方からの、はいね、入場っていうのがないかと思うんですが、うんうん、今度は東ゲートと売店が、はい、そうなんです、本当にリニューアルしてしました、ね、非常に綺麗になってます、はい、もうメインゲートよりも綺麗なゲートになってしまって、そう、私もあれこれがどっちが今正面玄関かっていうくらいに、はいはい、だいぶ広々とした空間の中でリポートさせていただいて、ね、はいはい、券売機とか、はい、広さとか、はい、あとはこの新商の車の方も安心してゆっくり、なだらかなこう、はい、購買というか坂で、ね、入ってこれるっていう、はいはい、いいですね、あれはね、そうですね、本当に地形が厳しいもんですから、はい、どう克服するかということで、そう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 、ずっとデッキ、うん、もうデッキをふんだんに利用して、はい、高低差の克服していこうという形で、はい、なってました、はい、だいぶね、うんとこしょう、どっこいしょうっていう感じの疲れがなくなりました、これはね、私もちょっと腰痛を持ってるんで、うん、下から登ってみたんですよ、うん、あ、だいぶいろいろなことを考えて、この広さとこのなだらかな坂を作ったんだなと思いましたね。本当にベビーカー、うん、ベビーカーをどういかに快適に、はい、園内散歩させていただくかということを意識した。一番なんだかこう痒いところに手が届く一番先の方までを考えて、はい、でも園長がそういうような心雑誌というかそういう思いを持ってらっしゃるからこ そ、ね、優しい、はい、入り口になったんですね、はいはいはい、それは今すごくわかりました、はいはい、あと売店ですね、はい、売店も従来の売店より広くなりましたし、はい、また入りやすくなったということで、おかげさまで、売り上げもですねかなり伸びてます。わかりますよ。人気商品、はい、私全部リポートしましたので、パンも全部買いましたし、はいはいはい、目の前のクッキー、ライオンさんとかのクッキーも全部買いましたし、はいはいはい、今手土産をそれにしてるんですよ。いいですね、一番いいのがね、入った時の、はい、メインツリーのごとく、はいはいはい、中央から枝葉が天井にこう伸びきるような、はいはい、デザインと、はい、この商品の見せ方、わかりやすいし、取りやすい、これはとても感じましたね。はい、できるだけ見やすく。はい、視界が、はい、広がるようにという形で、うん、そういうコンセプトで商品陳列もそうさせてもらってます。やっぱりそうな狙い通りだ、はい、私狙い通りの客さんなんですね、はい、そのまま目の前にあるものを取ったし、はい、少し見上げるとまたいいね、人気の商品が私にこう、はい、やっぱりこう買ってっていうところで迫ってくるので、はい、うまい具合にこれはやっぱり並べてデザインされたんだなと思いましたね。もう狙い通りです。狙い通り私狙い通りの人だあ、でもこれバッチリだと思いますね、はい、分かりやすいですよ、はい、園長、はいはい、これはもうありがとうございます、はいはい、あとですね、今月2つオープンしたんですが、はい、12月ね、4月に入ってからも、はい、まず1つ目がですね、増車、はい、増車の前に、爬虫類館というのがあったかと思うんですが、あれを大幅に改造してですね、うん、便益施設といいますか、トイレとベビーケアルーム、うん、そうそうそうに模様替えしました、はいはい、特にそのベビーケアルームについては入り口が本当に美術館かなと、はい、もう間違うぐらい綺麗になってますトイレもそうです、はい、こんなに美しいトイレ、実はトイレコンテストがあるのをご存知です、いやちょっと知らなかったですね。あるんですよ、はい、それに出したらいいんじゃないかなって、今私たちはおトイレに用を足すんじゃなくて、うん、美術館に入ったのかなみたいな、うん、それぐらいの、はい、この美しいいざない方、あれもやっぱりいろいろとデザイナーと考えられたんですか。そうですね、場所も良かったし、はい、デッキ的な使い方、うん、それも合わせて、はい、本当に子供って言いますかね、小さいお子さん連れのお母さんに、うん、くつろいでいただける、なるほど、新しい場所ができたと。もう本当に今、ベビーケアルームについては園内のあちこちに整備しようと、で今回またもう一つ提供することができて非常に良かったなと思ってます。あとですね、すごいね、もう一つ、はい、池がありますよね、はい、その池の近くの水と緑の広場なんですが、はい、以前砂場があったかと思います。ありますね、はいはい、砂場を大幅に改装して、うんうん、噴水とそれからブランコ、はい、12連ブランコができましたんで、子どもたちが一日、退屈することなく夏は水遊び、うん、はい、で涼しい時は、うん、池に向かってブランコで楽しんでいただけると。そうなんですよね、はい、あれを私ずっと取材しながらいつできるのかな、いつできるのかなっていう、このだんだんと出来上がっている様を私は見てきたんですね。
あれはいいですね。ほら、ハイジって、アニメのハイジって、うん、空高くブランコを飛ばしますでしょ、はいはい、そんな感じで、これはなかなかないブランコです。うん、見た目が、そこに揺れるんだっていう、この目線が、はい、もう、さすがだな、池に向かって、飛び立てるような、はい、ちょっとすごいなんか、なかなか子供の国にしかないブランコになりましたね、園長。ぜひ、いいですか、大人の私も。体験してください。玉木さんもいいですか、はい、もう、大人子供関係なく。関係ないかも。はい、知らないですね、楽しめると思います、はい、また写真スポットにもなると思いますので、多分映える場所だとなると思いますので、はいはい、ぜひ皆さん TikTok にもアップしてください、はい、お願いします、はい、これも着々とこういうことでリニューアルしてきて、はい、もう何回も、まあ、自慢って言いますかね、うん、アピールしてるんですが、うん、年配の方からは、うん、久しぶりに来て、はい、相当変わってると、5月に言った言葉だ、そうそうそう、相当変わってる、 それから中高校生はとっても上等になってるとこれはもうこの1年間、はい、ずっと宣伝してますですね、相当変わってる、あとね、上等になってる、はい、実はニュアンスが違ってて、ええ、昔からこの子供の国を知る人っていうのは、そう分かります、そう、ね、この歴史の流れが分かるからその言葉になるんですよね、そういうことです、若い方からするとなんだか古いものが新しくなってる、そういうことではないんだけど、それが上等なって表現になるんですよね、そうですだからとても時代の流れ感じません、はい、園長、はい、なんか私もなんか、まあ、今もういよいよ40代後半なので、はい、そういった意味では共に実はこの園と共に成長してきてるので、はい、そういった意味では本当に大体共通してますよ、ね、はい、年配はそうおっしゃる、うん、で中高校生はそういうふうに言ってる、うん、はい、これまた大きな子どもの国のね、はい、また象徴する言葉になるかもしれません、印象深い、はい、ですね、はいはい、まあ、こちらがまた1位 の情報ということで、金里園長が選ぶ1位、やっぱりもうリニューアルですね、そうです、はい、はい、まあ、2位はですね、うん、まあ、これはもう子どもの国だけじゃなくて、はい、皆さんも非常にホッとしたかと思うんですが、新型コロナが、はい、今年やっと5類に移行されたというふうなことで、はい、ね、これで行動制限、うん、これが緩和をされたり、うんうん、外国からの渡航制限、うん、それが撤廃されたというふうなこともあって、はい、今子供の国、うん、小さい子供の団体、うんうん、まあ、特に保育園生だとか、ね、小中学校の遠足が戻ってきたということとですね、はい、それからありがたいことにアジア圏をはじめとするインバウンドの皆さんが非常に増えたということで、今コロナ禍の前よりも、うん、増えてます、増えてるというふうなことで、ひょっとしたら、はい、今年度、これはね、子供の国、今年53年になるんですけど、そうですね、その中で、うん、一番多かったのが、平成2年、55万3000人かな、あ、はいはい、はい、が一番、一番のね、お客様いらっしゃった。はいはい、うん、ですが、今年、それ上回る可能性が非常にあると。まあ、そういうことで今お客さん推移してきてますので、あ、そう、はい、そこまで伸び上がっています、はいはい、平成2年からいよいよ上回る勢いで数を伸ばす、はい、私たちも取材で毎回訪れてますが、今日は韓国の方、そしてまた台湾の方、はい、中国の方はもちろんなんですが、はいはい、あと外国人のこのやっぱりヨーロッパ系の方々も私、はい、ちょっとお会いしたことがあるんですが、本当に増えましたよね、はいはい、相当増えてます、はい、まあ感じなんですが、はい、平日のお客さん、はい、もしかしたらもう5割以上、はい、インバウンド、あ、なるほどね、5割以上ですか、園長、はい、あ、じゃあ私たちだいぶすれ違ってるの多いなと思ってましたが、はいはい、肌感でもすごい感じるんですよ、はい、だって隣り合わせで今歩いてる方が全ての外国の方っていう場面もあったので、はい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 、あ、なるほどね、やっぱり目で見ても分かるって感じはね、きっとそれ数字をもしかしたらね、最大上回るかもしれませんね、はいはい、なるほど、でもそういった意味ではこう見渡してみて、新型コロナウイルスの影響を受けた、いろんな企業とか、はいはい、いろいろ打破を受けましたけど、そういった意味ではちょっとやっぱ嬉しいですね、この響きはね。そうですね、本当に、つい最近のことなんですけど、うんうん、コロナっていうのは何だったのかなと。なんかでも遠い昔のような。そういう感じがするんですよね。でも私たちもほら、もうどんな人やっていいのかもがいてたじゃないですか。はい、そんな中で皆さんの YouTube が始まったりとか、はいはい、そんな中でね、私はコロナのおかげっていうのは変な言い方なんですが、より沖縄子どもの国のいつも園長がおっしゃる、いろんな職員の方、吉野さん、ラジオ出してよね、と、はい、うちは面白い人材がたくさんいるんだぞ、はいはい、と。その皆さん の人柄に触れた気が、やっぱりいろんなこの YouTube という手を使いながら皆さんが
あの手この手で自身の言葉でね、発信をされたんですよ。沖縄子どもの職員の方が、ね、はい。ということで、職員の方に面白い方が多い、うん、で知識人が多い、うん、そして努力をして企画をして展示、うん、そして人をこう戻していくために頑張ってたんだなってことが、私の実は重大、はい、あの、はい、ベスト3なんですね、実は。あの、実は私の中では。いや、本当にあの、気づけたってことですね。人材が豊富で、ね、もうあの、沖縄の言葉なんですけど、目ならならする人がいっぱいいるんですよ。目ならならする。これ、なんて言えばいいんだろう。これ、県外の方も見てらっしゃるので、目ならなら前に出たがり屋。あ、そうだそうだ。出たがり屋です。前に出たがり屋、そう。出たがり屋。で、あの、またあの、その知識もあるので、豊富。このコロナを逆手にとって、うん、SNS で、逆手にどん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 発信しようと。うんうんうん、いうことで、いろんな職員が、はい、結構取材受けたんじゃないですかね。あ、結構取材しました、そしてもちろん私たちの FM 講座以外のメディアも、ずいぶん多くの方が、あの、沖縄子どもの国に足しげく通ってましたし、まあ、記者懇談会でもいつもいろんな記者がこう、足しげく私たちも通って、情報交換が常にね、密にできたことはとてもいい1年だったなと思いますね、うんうん、あのリモートの活用と、これはいうことは非常に大きかったなと、ね、いいの見つけた逆にこれをもっともっともっと駆使して、はい、もっと広げていってもいいんじゃないですか、両方から攻め込んでいいですよね、リアルと、はい、リモートの世界からもっともっと、はい、あの細かな情報とか、はい、あなただけに見せられる情報もあると思うし、 それをうまいこと組み合わせて使っていくと、これはうまいこと、はい、うまいこと、うまいことやりましたとは変な言い方なんですけど、とてもアイデアマンが多いことに気づかされましたよね。はい、そうでしょ、はい、うん。うちはもう人材の方向ですから。もう、園長自身がこう、とにかく一番先に気づいて、吉野さん、とにかくよ、いっぱいメディアにいっぱい僕たちだけじゃなくて、たくさんのスタッフを出しなさいっていう意味が分かりました。だって私、ここを整備する、この子供の国を修繕するところまで行きましたからね。初めて見たことのない場所まで行ったんですよ。ここで子供の国のちょっと少し、うん、あの壊れたもの直してるのっていうあの場所があるんですよ。ありますよ、はい、秘密のなんかこの宝箱みたいな部屋があって、そこでいろんなものが生まれ変わって、また無駄にしないように、お金の無駄にしないように節約しながら、そうです、はい、頑張ってまた円に戻っていくって、これとっても感動したんですよ。ただお金ばっかり使ってやるわけじゃなくて、とっても節約をしていて、みんなの知恵で回してたんだなっていう。はい、だって電車の汽車ポッポ、うんうん、あれ、何年動いてるか分かります？あれ もすごいですよ。40年ぐらい動いてますよ。それをちゃんと歩かせる工夫があったんですね。はい、ですから、それもそうですし、あの電気自動車がありますよね。はいはいはい、あの100円入れて。100円の。あ、そうだ。あれも、もうメーカーさんがびっくりするぐらい。そう。いや、まだこんなの動いてるのと。はい。それぐらいメンテナンス。そう。もう、あの、うちの職員でできてますんで。そうなんです。あの、もうこれはね、超感動しました、うん、あれ子供の頃乗ってた、実は吉野さん、これ以前からのあの昔知ってたあれと変わらないんですよって言って、一緒なんですよって言って、全く同じものあなたは乗ってますって言われて、とっても感動したんですよ。子供の国ってすげーと思って、これはちょっと感動しましたね。そしていよいよ、まあ、こちら3位、私たちは今回1、2、3と今、で振り返ってますけども、はい、3番目はですね、これは新しいものだな、来年から、はい、まあ、夏頃予定しているんですが、うん、あの本格的に通年型の夜の動物園、はい、行きます？もう夜の動物園をスタートするということでですね、それに向けての、はい、どんな課題が出てくるかというふうなことで、今年10月に、はい、社会実験で1ヶ月間やりましたよね。夜の動物園を開園したと、しましたということが3番目ですね、うん、はい、来年実は沖縄市の市政施行50周年になるんですよ。そうだ、はい、50周年だ、はい、50周年を記念をして、はい、その事業の一つとして子どもの国も夜の動物園を通年型でスタートさせると、なるほど、いうことで今年それに向けての実験をしたという。あ、それを私たちも実は10月に何度もこの、あの放送をしたんですね、実は何時からはこういうことをしていきますという、はいはい、それはアンケートにもお答えいただけませんか、今子どもの国がそういうのに、まあ、未来に、ね、向かってそういう情報が欲しいから、皆さんのお声を聞きたいよっていうこともラジオから何回も発信したんですよ、どういう反応が届いてたんですか？ですね、まずは不安よりも、はい、期待をされてるということで、これはもうぜひやらなければなという、これはもう全職員そう思ったんじゃないでしょうかね、はいはい、なるほど。あの印象に残ってますのが、うんうんうん、あの池の、はい、水中エンドというのがあるんですが、うんうんうん、はい、明日
この、ライトアップの仕掛けが非常に素晴らしくて、池の中。あ、そうだ、そうだ。池の中にも、ライトが沈めてまして、うんうん、これが32ぐらいのバリエーション。で、時間ごとに、いろんなのが出てきたり、それから、ミスト。はい、ミスト。これが出てきたりするもんですから、はい、ある方が、非常にもう大人ですよ、ワクワクして、はい、ここで踊り出しましたと。嘘ということで、ぜひやってもらいたいと、もう続けてもらいたいと。水もあって、緑もあって、イルミネーションも上手で、はいはい、そういった意味ではいろんな知恵を持った職員がいて、ということはこの施設広いじゃないですか。はい、できそうですね、何か。いやいや、もう非常に見せ方が。可能性感じてますし、夜の動物園とは言ってもですね、はい、やっぱりこの動物、そうなんです、まずは動物を、の展示だけに頼るというものでもなくてですね、はい、いろんなストックされた、例えば乗り物ですとか、うんうん、ライトアップだとか、うんうん、そういったのを総合的に全部トータルで、見せていくと、で楽しんでいただくということが着々とそれに向けての整備ができてますんで、うんうんうん、非常に可能性があるというふうに感じてます。なるほどね。でも今、このライトアップというのがですね、うん、一般的にイルミネーションというのがありますよね、はい、イルミネーションの光とはまたやっぱり一味違った感じで、うん、本当に柔らかい温かい、うん、光だということで、うんうん、光一つをとってもですね、うん、好評を得てますし、それから動物も中には寝てたとかですね、うんうん、そういうのもあるんですが、うんうん、効果としては、うん、ライトアップの効果で非常に良、うん、かったと。あ、よかった。でも今ね、今私ごめんなさい、ちょっと今見た目の施設の雰囲気とか光とか水とか先に言っちゃいましたが、ここはそうそう動物園であったというところで、やっぱり夜の動物の動きというのにもフィーチャーするじゃないですか。でもやっぱり何回もね、金城さんとか獣医さんとかからお話を聞いたときに、動物が主だからって、うん、だからそこを大事にね、私たちの人間もそういったルールはね、しっかり守ってみてほしいんだって強く言われたんですよ。そういった意味では夜にですよ、園長、動物さんたち起きてまでしなくても、動物の夜の姿を見るだけでいいんですよね。そうです、そうです。だから動物に夜頑張ってもらうとかっていう意味ではなくて、はいはい、なくて、はい、夜の動物のそういった過ごし方を見るっていう、はい、この優しい目線 で、 そうです、今、はい、動物のいろいろあるじゃないですか、はい、こういった、はい、ね、法律とかいろんなものとか大事にされてるじゃないですか、動物福祉とか、ね、福祉とかあるから、はいはいはい、だから逆に夜まで動物ちょっと頑張らさせるのって私思ったんだけど、それはそれでまたそういう表情見れていいんですよね、はい、今子供の国が目指している夜の動物園、はい、ちょっと暗くなればやっぱり動物帰りたいという動物もいるでしょうから、うんうん、格子状とですね、うん、広場がありますよね、はい、手に出ている広場と、うんうん、寝小屋、もう寝るところ、うん、あそこの扉を開けて、開けてるんですよね、もう帰りたければ、うん、いいよどうぞと、うんうんうん、はい、ただやはり動物もやはり野生というのがあって、うん、野生の動物というのは、うん、星の下で寝てますよね、うん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 、館の中じゃなくて、はい、ですから時間は短いかもしれませんけど、うんうんうん、動物に本来の野生の姿、うん、夜の姿を見たいわ経験させるというのも一つの動物福祉じゃないのかなと。なるほどね、はい、そういう捉え方もあるということなんですね、はいはい、ということで本当に今日はもう駆け足なんですが、はいはい、上里園長が思う本当にこの2023年を振り返った、うん、ベスト3ということで、たくさんのこの深みのある、はい、本当に大切なことを一個一個丁寧にお話を伺えたので嬉しいなと思うんですけど、ありがとうございます。一つこうまとめてですよ、はいはい、最後になるんですが、はい、ラジオをお聞きの皆さんに、上里園長から2024年に向けた、はい、PR を一言ぜひいただきたいと思います、はい、最後に、はい、子供の国、うん、2024年もですね、はい、1月の2日から、はい、オープンしますので、うん、ぜひおいでいただきたいなというふうに思ってますが、はい、先ほど紹介した、うん、夏頃から、うん、また夜の動物園、はい、もうしっかりとした形でスタートをさせていきたいと思ってますんで、はい、動物を見る、うん、優しい光のライトアップを見る、うんうん、それから飲食、うんうん、もう、うん、満足していただけるような飲食も、ぜひ揃えていきたいと、うんうん、いうふうに考えてますんで、沖縄市、それから子供の国で一日楽しめる場所にしていきたいというふうに思ってますんで、来年以降もぜひ期待をしていただければというふうに思ってます。
はい、これはもうね完璧に保存版です。何回もくるくる回して園長のことは園内でこう放送したいなと思うくらいなんですが、今日本当に貴重な時間をありがとうございました。またあの来年は沖縄市政ね50周年を迎えるということで、はい、いろんなこう、はい、またあの節目 の、はい、あのイベントをたくさん紹介することになると思うんですが、はい、まずはあの職員皆さんが元気 で動物たちも私たちも温かくねいつもあのそのたくさんのパワーもらってますので、しっかりと細かくまた取材ができるように心がけていきたいと思います。はい、いや、この1年、はい、あのリスナーの皆さん、はい、それから FM 小座の皆さんにも大変お世話になりました。はい、ありがとうございました。こちらこそです。はい、本当にありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。ということで、上里園長に2023年を締めくくっていただきました。来年もぜひ2024年ですね、1月の何日から放送だ5日からズーズーワンダーランド放送しますので、ぜひまた聞いてください。今日本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。良いお年をお過ごしくださいませ、はい、もう それどころじゃないですね働いてますずっと、はい、ありがとうございました、はい、子供の国